来てもらったらいいかもしれない、手が映っても。なんかやりながら、次が、ソニックシェーパーっていう、非常にこれがなんか分かりにくいですけど、要は音がこう少し前面に、なんていうかな、エフェクターの最後で補正をする意味で音を出してくれるものなんで、劇的に音が変わるわけじゃないんですけど、例えばこれはなんか音量が上がってるっていうような感じじゃなくて、映像ではなんか音量が上がったような感じが来るかもしれないけど、というのも芯がなんか音の芯がギュッとこうして、まあ全面的にちょっと出される感じなんで、音量が上がったっていう感じではちょっと違いますね。すごくなんか音がなんていうのかな、今まで聞いたことない感じの、鳥さんこれなんていうんだ、エキサイターとブースターの合いの子みたいな感じだし、ちょっとなんか音が位相が変わったような感じがちょっとするんですよ。ちょっとやってみようによって、ちょっとコーラスがうっすらかかったような感じの感じもするっていうかな、グッと前に出たような感じ。これ一回だから楽器屋で試した方が分かりやすいかなという感じで、ちょっとブースターとは違う感じ、ブースターのような感じじゃなくて、ちょっとなんか音がカラフルになるというか、いうような感じですね。これよっぽど試さないとわからないかもしれないですね。